見てまいりましょう。ルーザーズファイナル、ガクトネス対するはプロタマのルイキナ、続投ですね。ステージスマムラと狭めのステージ出てきました。プロタマもこのステージを拒否しなかったんですね。まあ、崖外に出す回数がルイキナってちょっとなんて言うんですか、リーチが長くてこう判定が強い分、すごくこう判定が強くて、でなんだこう技の威力がそこそこな分、こう展開継続をすることには長けてるんですけど、その技一つ一つの吹っ飛ばしがね、相当高いパーセントにならないとあまり大きく吹っ飛ばないっていうことで、まあ、このステージであればそのあまり大きく吹っ飛ばない技でも場外を作り出すことができる狭いステージなんで、まあ、ネスに対する捕まりやすさは上がったとはいえ、殺傷能力自体はねすごく高くなってると思うんで、このステージを受け入れたという格好ですかね。風紀筋空中しろ、かなり深めに行ったが戻ってくる。空中しろ場外出してマーベラスコンビネーション、対空時間を伸ばしてドルフィンで先に崖を戻ってくる。浮き阻止行ったかのように見せかけてね、先に戻ってきてるのはプロトバナマなんですよね。下京、これジャンプないのでそのまま撃墜ですね。空中に取られ、飛ばして着地狩り狙うが急降下回避、飛んでかわして空中しろ、うますぎ。空中へ最終段までシールドして、その後の植木をもねケアするようなシールド固めでしたね。これジャンプないっすよ。空中前で活気していく、空中前当たって復帰し展開、これは移動回避を帯に当たりにいったが、これ帯に当たって移動回避の硬直を消しつつ復帰距離を伸ばそうっていう狙いだったと思うんですけども、帯かわしましたね。うまくディレイをかけて崖奪いを見せていくが、ガク選手素早く反応、崖を上がっていく、歩いて前管理、空中しろ振っていく。お互い空中しろ同士ですが、単発威力が高いのはネス側。横強攻撃、絶妙な前管理さばいていって、崖狩り怖いぞ。上から戻ってきているので、まあ、2フレームは出ないような復帰でしたね。ルート上に横スマッシュが構えられたら危なかったが、今の時間関係的にはちょっと難しそう。ドルフィンスラッシュ、高機動力の復帰技というのを生かして深くまで復帰阻止に行って、でさらに復帰阻止を狙っていく。これは受け身取って、まだ耐えるのか、まだ耐えるのか、これは空した、うわー帰れそうだったのに惜しくも行き過ぎたっていう感じですね。あんな右下でね、こう左側のギリギリ崖捕まるか捕まらないかっていう部分にね行ける時点ってすごいんですけどね。これ PK サンダーから体当たり怖かった、戻ってきて空中上、折り空中上を当ててリターンを狙いますが、うまく台下に逃げ込みましたね。ガット選手PK サンダー当てて復帰阻止、空中マーベラスコンビネーションで暴れて空中前を追い払っていきましたね。 PK ファイヤー冷静にシールド、前管理中距離、ジャンプに空中ニュートラルから復帰阻止、空中上から空中へ大経由してきついダメージ、空中下から復帰阻止、うますぎ。ニュートラル回避でルート上に思わずいちゃったんですけど大丈夫でしたね、ケアがしっかりしてる。あー見事な対策、あの手この手の復帰阻止がありますね。これはゲームをやり込んでいる。まあそのね、まあそのスマムラっていう崖外が近くなるステージっていうのをまあ存分にこれでもかってぐらい活用した試合展開でしたね。さあ続いて2戦目、カウンターで距離が減る、そもそもこう帯の外から殴られるとかね、こう移動回避で崖を捕まろうにも横スマとか下強を置かれるっていう、本当に復帰が苦しいカードだとは思うんで、なるべくなら場外に出されずに戦いたいところですよね。
空中ニュートラル、移動回避で台上に着地してジャンプを復活、もう一度移動回避、台が高いんでね、かなり台上にこう攻撃を振ろうとすると時間がかかる。着地狩りうますぎる。 PK サンダーのルート制限、前ダッシュシールドから掴み通して着地狩り、我慢強い、お互い中距離様子見、ダッシュ戦、イブシギンのやり取り、移動回避で戻ってくる、いいタイミングでしたね。ちょっと、早かったら空下でぴったり当たってたかなと思います。あのギリギリ頭を出さないようにする位置で多分移動回避したらメテオが当たってたっていう、そんな感じですね。今のはちょっとだけ頭が出ていたんで逆にっていう読み勝ちですか、ガクト側の。空中後ろシールドして前を詰めるが、降りく前、浮きとして深くまで来たが、ここは空中前で暴れている。プロトバナムとしてもジャンプを急いで使わずにすっぽ抜きに対応して冷静にジャンプから戻ってきました。よくねあそこでなんか受け身とかをね入れ込まないで冷静に戻ってこれますね。ジャンプ移動回避で戻ってくる、空中ニュートラルの隙間に潜り込みましたね。フェイントかけてシールドを張ったところに空中ニュートラル、プレッシャーかけてガキ狩り、空中ニュートラル2段をしっかりシールドしましたね。レキナの行動って、まあ、ガキ放し空中前が多分スタンダードだと思うんですけども、単発技じゃないなってしっかり見切って反撃を取ったところまでは見事でしたが、さすがにこのパーセントではね、しょっちゅう場外に出されて手法回数でそのまま殴られてしまうんでどうしようもなかったかと。これは PK サンダー当てて、さらに PK サンダー体当たり、さすがに変更がいい。反対側の崖であったらこの広いステージではまだ耐えているでしょう。前に投げて、これちょっと嫌なバウンド、ニュートラル回避を通すが、空中後ろ台をうまく活用していきましたね。ネスが大ジャンプから下り空中攻撃を打とうとするとかなり時間がかかるんですけど、ああいう台を挟むことによってね、急降下をしながら下り空中攻撃が打てましたね。痛すぎ、マブラスコンビネーション、台を来るタイミング分かっていて暴れ空中前通す、うますぎる。ニュートラル回避しか残っていないのも分かってシールドブレイカーですが、その後の展開にはうまく繋がらなかったか。下京から固めて掴み、誰もが掴まれますね。これ復帰阻止、ギリギリ届く、移動回避の距離感完璧。前投げから台上経由して PK サンダー、なるほど、回避と卓にした PK サンダーでしたが、その後の駆け上がり、左右台にあるからこそねジャンプを選択したくなるところなんですが、そこを刈り取ったジャンプ読みの空中しろ、ストック横並び、これ空中前として PK ファイヤー、美味しいぞ、着地狩り作って横強ですが、その後回避が置いてある、どう戻る、空中前遅らせて空中ジャンプを入れることによって前方向にうまく伸ばしましたね。空中前を着地狩り、いい読みではありましたが、これ怖いぞ、移動回避外側で台上に着地して空中後ろの前の外に逃げていって台折り空中後ろ、破壊力抜群。一本取り返していきますね。まあ、さっきに比べると圧倒的に復帰展開が少なくなったっていうところと、移動回避の使い分けによって、まあ、復帰をうまく通し続けてたっていうのが勝因の一つだったかなと思います。復帰阻止でやられちゃうとね、パーセントが全然あんまり関係なくなっちゃうんで、 40% だろうと 60% だろうとね、やられちゃうときはやられちゃうんでね、なるべくそういう少ないパーセントでやられるっていう回数を減らしていくこと自体はかなり大事ですよね。ただ、プロトバナムが先に1本取っているという関係上、今後はプロトバナムのやりたいようなステージでやることが必修ということで、スマムラはね、ネスも決してそんなに弱いステージだとは思わないんで、選ぶ可能性はあるかなというところだったんですが、まあ、折衷案のような形のステージですね。小戦場が出てきました。マベコンから大上展開、陽光鏡地上戦弱で止めていく、横強から空中前、これやばいか、空中後ろギリギリ届く距離分かっていた、アッパースイングできついですよ。下スマッシュ面白い選択肢ですが、斜め上から空中ニュートラルが襲いかける、上強上強 PK サンダー、着地狩りでダメージを与えていきたいが、ネスだとこの小戦場の大上着地も追い切るのはちょっと難しそうですね。空中前からマーベラスコンビネーションを当てて、横強に対して PK ファイヤーから PK サンダー、飛び道具でなるべく撃墜に必要なダメージを揃えていこうという格好でしょうか。空中に打たれる、
対マグネットからプレッシャーをかける。動かないプロトバラム、2段ジャンプ、お前はここまで終えるのかというライン回復ですね。空中前ジャストシールドして横強攻撃反撃取って風紀阻止、移動回避を空中前にぴったり通す。持続自体はねルキナの空中攻撃ないんで、移動回避ですれ違うことさえできればかわすことはできますが、あまりに細い線ではありますね。今ヨーヨーを外側ずらしして逆に当て反した、そんなことないよね。これはさすがにドルフィンで逃げる。帯に当たってしまうとね、さすがにルキナであっても刈り取るのは難しい。ずらしてんだよなこれ、やっぱずらしてるわ、うますぎる。ウエスマッシュホールドからそのまま、ウエスマッシュの本当てっていうのを狙ってはいるんですが、プロトマン選手ずらしが早すぎてホールドからそのまま当たらない。ウエスマッシュ即打ちを強いられるかもしれないですね。今後は空中ニュートラルで上外に出していく。空中ニュートラルからなるほど前ダッシュから引きジャンプ様子見。ガクト選手もねそれに反応して掴んでいるところまでも見事だったんですけども、むしろそれはプロトマンの思うツボだったっていうね。マーベラスコンビネーションに PK ファイヤー、大粘着して読み合い、ジャンプ読み空上ですが大ジャンプだったので届かず、その場受けに対して空中へその位置で当たる把握がすごいですね。ベースマッシュを狙っていくがこれはちょっと間に合わず、カヒアカリ通って空中に取られる、下強で固めていきますがここは空中攻撃に空中前反撃だけ、空中前から空気寿司 PK さんだ、体当たり。誰もがねこう当てに行くと PK サンダーを当てに行くと思ったんですけど、二の手さん、あー復帰阻止喋ってる間に PK サンダーを直接相手にぶつけるだけではなくね、自分にも当てるためのルート取りっていうんですか、 PK サンダーの方向入力っていうのがかなりうまくあったんですけども、最後はね無敵時間をちょっと崖外でやり過ごす、崖外および崖付近でやり過ごそうとする動きに対して、まあ、しっかりリスク付けですね。まあ外側回し PK サンダー外側回して、自分にぶつけてっていうルートはまあああいう風にね降りてきたファイターにぶつかっちゃうと消えるんですけども、まあ、内側回しっていう抗う術がなくはないんですけど、ただ内側に回しちゃうと今度は結構下方向から復帰しなくちゃいけなくなって、でそのルート上にカウンターを置かれた時点で復帰距離が足りなくなっちゃうんで、本当に復帰一筋縄じゃいかないですねこれは。ジャストシールドからマーベラスコンビネーション、上シフト着地狩り、空中上で暴れていく、空中前から暴れをケアして空中上から着地狩り、空中へ空下に当てて空へ空へ、これはサンダー体当たり狙っていくがずらしが良かったですね。外にずらして空下から横スマッシュ、着地狩り空中を狙うがこれはおおくぐってる、着地姿勢がいい。ドルフィンスラッシュ当ててジャンプ読み、空中前から風紀阻止、 PK サンダーうますぎますね。空中前で消そうとする動きに合わせてワンテンポ遅らせて相手に着弾するような PK サンダーのコントロールをしています。斜めから PK ファイヤーかわしている、ニュートラル回避まで待って空中しろ、お見事。結構ね崖離しで来たって思ったらなんかシールドキャンセル空中攻撃とか振りたくなるところだと思うんですけど、回避合わせられちゃったらね実質回避上がり通されたことと同じになっちゃうんで、それを待ってから空中しろで反撃いいですね。浮き阻止空中しろ、崖離しから真下に潜り込んでくる。あそこで暴れを選んだとしてもね結局受け身を取られてそのままなんか受け身からね上必殺で反撃取られるみたいなシーンあったりするんでね難しかったですね。ジャストシュートからドルフィンスラッシュ、右の崖回避明かりは見てから空中しろ、空への暴れ通って復帰阻止、きつすぎ PK フラッシュでタイミングをずらしていく、帯が当たったんで復帰阻止展開にはならなかったんですけど、これきつすぎますね、無理です。もう空中前暴れも引き完成でケアして復帰阻止でやりきり続けるプロトマノエ、広いステージでも、あっとこれはどうしたことだ、